皆さんこんにちは。はい、スピークジムの太田昇、これくらいのことをしなければ、話し方なんて上達しないということはですね、講師ですから、一応本人がですねできないとダメだなということでやっています。今実は生徒さんの、ある方がですね撮ってくれてるんですが、この動画スタートを押すもう3秒前に宇宙大何でしたっけ、宇宙大生命、宇宙大生命というテーマいただきました。はい、そのことでお話をいたします。宇宙大生命ね、なんか私たちここ、人が生きているこの大地、宇宙はこう対極にあるみたいなことを、そんなね、離れてるものということで皆さん考えがちですけど、それはね大きな間違いですよね。前にもちょっと話したかもしれませんけど、僕のお父さんお母さん、さらにお父さんお母さん、お父さんお母さん、お父さんお母さん、ずーっといくと、それはもう哺乳類、海洋生物、なんかミトコンドリア、単細胞生物、さらには無機質なものとかいくじゃないですか。で、無機質なものは多分宇宙の塵とかですよ。で、そうすると、ビッグバーンでですね、何十億年か何百億年か前に宇宙ができて、そこの、もう末を、一番最後の末を僕たち今こう生きてるわけですよ。だから僕たち自身がもう宇宙、大自然、万物、万象のもう一部を命として生きてるんですよね。だから宇宙とは何ぞや、あれですでは僕はないですね。僕自身も宇宙です。今カメラ撮ってくださってる、Cさんだって宇宙ですよね。で、面白いのはですね、僕たちは今 Google のストリートビューとかでかなり詳細にどこにだって行くことができますよね。これ人間のエゴですよね。怖いですよね。うちらこの霊長類、霊長類ってなんで霊長類かっていうかっていうと、霊ですよね。霊、霊魂の霊、ちょっと宗教的な話に今日はなっちゃいますけど、霊の中で一番長けてる人たちの類が霊長類だっていう名前を付けたそうなんですけど、もうこの名前も大嫌いなんですよ。霊長類じゃないんですよ。僕らもここにいるアリンコも全く同じなんですよ。宇宙のかけらなんですよ。そしてその宇宙のかけらが集まってこの大銀河、さらにはこの大宇宙ができているということですよね。だから何にも、不思議なことでも何でもなくて、で、僕さっき Google ストリートビューのエゴ、あと15分、15分でございますね。人間すごいんだ、どこでも行けるんだ、テクノロジーで、もう数メーターの間違いもなくどこだって行ける。だけど宇宙の果てって分かんないわけじゃないですか。結局僕らは夢幻の世界で生きてるんです。ありがとうございます。あと2秒 OK、 もう